横綱土俵入り。横綱土俵入りは、大相撲の最高位である横綱が、本場所の幕内取組前や、巡業先などで行う土俵入りである。片屋入りとも呼ばれる。力士が化粧回しをつけ、顔見せ披露の意味で行われる、土俵入りは、重量では重量の出場力士全員、幕内では、大関から全頭、横綱以外の出場力士全員で構成されるのに、 対して、横綱土俵入りは純白の綱を腰に締めた横綱が、露払いと立ち持ちを従え、四股踏みやせり上がりなどで構成される単独での土俵入りを披露するものである。横綱土俵入りの方は、雲竜型と白縫い型の2種類が存在し、それぞれ雲竜久吉と白の日光絵門が行っていた土俵入りの方を起源として伝えられたものされ、 綱の締め方やせり上がりの型に異があるのが特徴である詳細は雲流型の土俵入り、知らぬ日型の土俵入りを参照。しかし実際には思考を踏む前の手のひらを返す時の構えなどの細部で指導する親方や横綱自身のアレンジなどによって動作が異なっており完全には二つの型に集約できないのが実情である。一例として1八十七年九月場所後に 大野国安氏が横綱となった際、雲流型、離れ駒部屋での大野国の土俵入り稽古の際に、二所の席一門の先輩横綱である十二代佐渡が、学、知らぬ日型十八代間書き、雲流型十三代なると、知らぬ日型が所作を細かく指導していたところ、大宝、雲流型と並んで、座敷で見守っていた十代、双子山、雲流型が、好きにやれ。 横綱がやれば、それが、横綱土俵入りだと一括、助言したことがある。また現在の、雲流型と、知らぬ日型は、その故障が逆であるという指摘もある。後日参照。歴代横綱の土俵入りの方は、横綱一覧を参照。横綱土俵入りは、幕内力士全員の土俵入りが終わった後で露払い、立ち持ちが各一名、合計に力士を従いて行われる。 この役は通常、横綱と同じ相撲部屋に所属して、かつ番付が、関脇一家の兄弟弟子が務めている。原則的には、幕内力士でなければならないが、横綱と同部屋の幕内力士がいない場合、または、不足す場合は一門から借りることがほとんどで、稀に一門外から選出する場合もある。幕下付け手として、 初土俵を踏んでからスピード出世し、髪が伸びないまま幕内に昇進した場合など、大井町がうがえない場合は梅雨払い、立ち持ちも務めることができない。ただし本場所以外では2013年6月に、徳島県徳島市のン部神社で行われた、白宝の宝納土俵入りにおいて、当時大井町をうをえなかった、大気法正弘が梅雨払いを務めている。 梅雨払いや立ち持ちでも部屋が異なれば、横綱と対戦することがある。その場合は、当日の横綱土俵入りを別の力士に交代してもらう。通常の梅雨払いと立ち持ちの間で対戦がある日も、どちらかが外れることとなる。土俵入りでは、横綱を中央に向かって、左側に立ち持ち、右側に梅雨払いが並ぶ。横綱は柏でを打ち、四考を踏み、競り上がった後に、 再び思考を踏む。思考を踏むときには、観客から、よいしょ、と、掛け声が飛ぶ。右足を上げる思考が二回、左足を上げる思考が一回である。行事は立行事である、木村正之助、四季森伊之助が務めるが、正之助、伊之助が、不在の場合には三役角行事が務める。競り上がるときに左手を胸の近くに当てて、右手を伸ばす土俵入りで、 大多数の横綱がこちらを選択している。二代、梅型に藤太郎が完成したとされ、以降、栃木山森なり、双葉山正田寺、大宝光儀、北の海敏満、千代の藤三次といった大横綱も多く、この運流型である。平成以降では秋物、太郎、高野花浩二、武蔵丸光弘、朝小竜秋ノらは選択しているが、 戦術の4人はすべて幕内優勝を10回以上、果たし、横綱の地位も4年以上にわたって務めていた。上記のように比較的演技の良い方と見られることは、多いが、横綱在位場所数最短の前田山英五郎、在位6場所と2位体の三重の海武氏、在位8場所など、運流型を選択しながら、短命に終わった横綱も存在する。なお、 ではの海一門と高佐護一門及び、時津風一門の横綱は、全員がこの方であり、二所の関一門の横綱も大半がこの方を選択している。横綱が、不在、空位だった時代を除いては、梅型に以降2010年2月に、朝昇龍が引退するまでこの方を選択した、横綱が耐えることはなかった。この雲流型横綱不在は2014年、 三月場所後に、時津風一門の鶴流緑三郎が横綱に、推挙されるまで続いた。さらに2017年、一月場所後に横綱昇進した、二所の関一門の木瀬の里広氏も、運流型を選択している。ただし、現役の運流型横綱が不在だった上記の、約四年間、2010年2月から2014年3月、で、 公の場での雲流型土俵入り披露は3回、存在した。綱の締め方は輪を一つで締めて、知らぬ日型用の綱より短く、軽量とされている。競り上がる時に両手を伸ばす土俵入りで、立山みに上門が16代、木村正之助より習って完成させた型とされる。戦前から戦後にかけて、長期間活躍した、羽黒山聖寺がこの型を継承し、主に旧。 辰波はじめ門、現、伊勢ヶ浜一門がこの方を選ぶ傾向にあるほか、二所の関一門もこの方を選ぶことがある。堂々とした迫力のあるスタイルで、伝統的に大柄な力士が演じると見栄えの良い方とされている。一方でこの方を選んだ、吉羽山淳之介が横綱昇進時十三歳と、高齢ながら四年務めたにもかかわらず、これはある相撲記者が玉の海、 政宏正サの昇進時に、知らぬ日方は、短命というジンクスを表現し、その玉の海が在位住場所で現役死したことで、異語不吉とされることが多くなってしまった。ただし、短命ジンクスには、諸説ある、例。明治時代初期に活躍した大阪相撲の横綱、知らぬ日照五郎があまりの強さから妬まれて毒殺され、その怨念があるという説。短命ジンクスに関係なく、 吉羽山以降玉の海が選択するまでの間、攻撃のみの白縫い型の横綱など表入りは邪道だ、という彦さん光さんの考え、口述が広まったこともあって、正当派でないというレッテルを貼られた白縫い型を託、する者が単に現れなかったとする説もある。その後も、こと桜くらけつ進が型の保存の意味も込めてこの型を選択したとされるが、昇進時すでに三十三歳で、 在位9場所、引退場所を除くと8場所。ついで知らぬ日形を選択した、高野里修美へは、昇進時31歳で、在位15場所に終わる。総白露工事は23歳で昇進したが、部屋内で起こしたトラブルにより一度も幕打ち、優勝せずに廃業、在位9場所、引退場所を除くと8場所してしまったため、知らぬ日形のマイナス面を強めた。平成に入ってからも、 朝日藤正也、在位九場所と若野花勝る、在位十一場所が、白の日形を継承するも、両力士揃って横綱昇進後2年足らずの、短命であった。しかし、2007年に横綱昇進を果たした白、宝章が、旧、立浪始め門として、白の日形を選択し、この方の横綱として、通ーの大相撲氏に残る記録を更新する、大横綱となった。 ついで昇進した、春間士公平、在位三十一場所も、優勝九回の実績を残した。なお、白の日型は輪を二つ作るように綱を締めるため、外して白の日型用の綱は雲流型用のそれより、長く重い。一人の横綱が、雲流型、白の日型両方を使い分けた例はないが、例外措置として、もう一方の型を選択した例が二例ある。 運流型の土俵入りをしていた北野富士勝明は1971年8月、A 班、B 班の二班体制で行われていた巡業において、A 班の班長として参加していたが、B 班班長として、巡業を回っていた玉の海正宏が中水園による、急病との法を受けて、急遽、B 班の巡業先であった秋田県に合流し、土俵入りをすることになった。しかし、 急な話だったために、自らの雲流型の綱が入った、民にが間に合わず、巡業先に置かれたままであった玉の海の白縫い型の綱を締めて、異例の形で白縫い型の土俵入りを行った。北の富士は高砂一門の横綱であり、一門としても唯一の白縫い型経験者である。白縫い型の土俵入りをしていた白鵬は、2011年12月に、 双葉山生誕100周年を記念して、双葉山の出身地である大分県宇佐市の宇佐神宮で行われた奉納土俵入りで、双葉山に敬意を表するために、自分の知らぬい型用の綱を切り、雲流型用の長さに調節した横綱を締めて、双葉山と同じ雲流型で横綱土俵入りを行った。現在では、雲流型、知らぬ型と呼ばれる2種類しか、 土俵入りの方が用いられていないが、古くはそれらとは異なる方が存在した。そもそも現在の方が明治後期二代梅型にと立山に確立したものとされているため、その前には古い方の土俵入りが存在したのは間違いないところである。例えば、白の日光絵門や大砲万絵門は雲流型に近い競り上がりを行った後で両腕を広げ、 日立山は拍手の直後に両手を広げていた。またそれ以前の映像がない時代の横綱については、もはや土俵入りを見ることは不可能だが、おそらく現在見られるものとは全く異なる土俵入りをしていたと思われるものも少なくはない。ただし後継者が存在しないため現在に伝わっておらず推定の息を出ない。中でも知らぬ日だくえについては綱姿で両腕を広げた錦絵が、 北山形の土俵入り、柏での直後に両手を広げる方を認める読んどころにされたとも言われ、どのような土俵入りであったのか議論され、今で言う、知らぬい形の元祖だと言われたこともあったが、土俵入りのどの部分を描いたのか判明しておらず、西絵のために特別に用いた構えの可能性もある。現在でも優勝額や銅像において本来綱を占めて、 行うことのない構えを用いることがあるため結論は出ていない。当時は写真もなかったため確認するのは非常に難しい。また、横綱が番付けに記載されない名誉称号とされていた時代には綱の締め方も今とは異なっており、右にはを作り綱の両端を左に出す、あるいはその左右逆という型結びとなっていた。現在に残る錦絵によれば、 江戸時代の横綱は全員この締め方で、現在のように正面の部分を太くした綱ではなく、正面と結び目でさほど太さの変わらない綱を、用いていた時代には、標準的な締め方だ。後に現在に見られる締め方が登場すると、片輪結びは用いられなくなっていき、大正の末に横綱免許を獲得した三大西の海か次郎がこの締め方を復活させているが、 これを最後にこの方で締めた横綱はいない。谷風、小野川の横綱土俵入りは、10両以上の集団土俵入りの四股踏みを原型に、吉田司家が見栄えよくアレンジしたものと言われている。四股を踏み前に右手を伸ばすのは、バランスを取るための自然な動作であったと見られている。決まった作法はなかったようであり、競り上がりもなかったと推測される。四季主化牛が表した、スモーイングも 完成五年には、横綱土俵入りについて、土俵に出て手を二つ打つ。これは、健康運命和順の意味である。次に足を三つ踏む。これは、天地人の三才、女人優の三徳に儀するもので、合わせて五つは、木門、金水、神義霊地優の古城に備える、攻略と記述されており、当時の大相撲は神道を中心としながらも、儒教などで、 やたらと装飾したがる傾向にあったことと同時に、横綱土俵入りの基本が四股踏みと柏しにあったことは読み取れる。横綱土俵入りに関する説明について、報道あるいは花相撲における綱じめ実演の解説などにおいて取り上げられる内容が、実際は歴史的に正しくないことがしばしば指摘されている。これらの拒絶ルフに影響を及ぼしたのが、 戦前から戦後にかけて相撲古術の権威だった、彦コさん光さんである。雲流型は、競り上がりで左手を胸に当て右手を伸ばす。白の日型は、競り上がりで両手を伸ばす、という区別が戦前から定着しているが、この故障があべコベと指摘されることがある。モチーフである、白の日光カリエモンの土俵入りには、広角下の丸城老人の証言があり、それによると、腰を落として、 左手を脇に当てて、右手を伸ばしてすり上がるという動作、現在の雲流型をしている。ただし、その後に、立ったところで両手を広げたという形を示しており、終わりの場面だけを見れば、現在の知らぬ日型ともなるため、全体の流れとしては、現在に残る二つの型のどちらにもてはまるものではなく、むしろこの他の方が存在していたことを裏付けている、前日参照。しかし、 1869年の撮影と推定される、白縫いと、キメンさんや五郎が並んで、土俵入りのポーズを撮っている写真では、白縫いが左手を胸に後右手を伸ばしており、雲流型、キメンさんが両手を広げている、白縫い型。キメンさんが実際に、最初から両手を広げて競り上がったかは不明だが、少なくとも、白縫いの方は前日の証言と、 この写真からしても現在の雲流型に近い方であったことがわかる。さらに、立山、知らぬ日型が横綱となった際に、十六代、木村正之助から土俵入りを進められ、横綱雲流、すなわち後の置いて風になった人の方ですと発言している。また当時の相撲雑誌で、大鳥谷五郎、雲流型については、梅型に同様知らぬいの方にのっとってと報じられている。 立山が横綱昇進を果たした直後の新聞や雑誌の報道では、ほとんどが雲流型と報じていたが、東京日々、大和の西だけは、ある行事が適当に口走ったことを、真偽も確かめずに、白の日光絵門型と掲載した。このように、立山本人が雲流型とする発言とは関係のないところで、白の日型という報道もなされ、 認識が一定しない事態を招くことになった。ところが、彦さん光さんが、戦前から戦後にかけて、立山と同じ方を継承した、羽黒山、1941年と吉シ山、1954年について、知らぬ日方と断定し、新聞や雑誌に書き広めたのをきっかけとして、この故障が定着していった。この過程では、 相撲博物館初代館長の坂井忠正が、安倍小部説を提唱し、論争に発展した。彦さんは、知らぬ日光右衛門の師匠である、知らぬ日抱く門の西系に描かれた、両手を広げている姿が、競り上がりであるから、これが、知らぬ日型であると主張。これに対し坂井は、前述のように、競り上がって立った後に両手を広げる例もあり、ゆえに、 西絵の一場面のみで競り上がりの形を断定することはできないと反論したが、彦さんは緻密な論証をなさぬままに、知らぬ日右衛門が初めから両手で競り上がったとする自説を指導した。争いを好まない堺が論争から退いたために、そのまま彦さ三説が一般化してしまった。このように彦さ三説が一般に流布された結果、雲流型と、 知らぬ日型は戦前までの証言や報道とは、故障が逆のものとなり、今日に定着している。その後もたびたびこの二つの方が、逆転していると指摘されることはあるが、マスコミや日本相撲協会にも修正する動きは、見られない。しかし、知らぬ日り,り、立ってから両手を広げるという動作は、大正時代以降の横綱土俵入りにはないものであり、 また、雲流が立山と全く同様、初めから両手を広げて競り上がったという確証も得られていない。さらには、立山時代にメディアを二分するほど混乱していることや、羽黒山以降の故障逆転論争が不十分であることなどもあり、現在残っている二つの方を、雲流型、知らぬ日型と呼ぶこと自体がしばしば疑問視されている。ゆえに、 現在に伝わる方を確立した二人の横綱から、梅形に型、イコール、雲流型、立山型、イコール、知らぬ日型と呼ぶのが正確ではないかという指摘もある。雲流型は、公主権美知らぬ日型は、激しい攻撃を表すという説が交換、信じられているが、この説に、明確な根拠はない。これは十大衆の山、元関分け、笠木山勝一が、 昭和初期に北京での皇軍遺門の巡業中、双葉山さだと羽黒さん、政治の方の違いについて説明を求められたとき、戦時中にふさわしい返答をしたものが、後に、彦さん光さんによって最もらしく広められたのである。池田正雄は、こうしてルフされた経緯から、知らぬ日イコール攻撃型という拒絶を鵜呑みにして、メディアに書くのはナンセンスだと指摘している。 また池田は、現役時代の吉羽山に、わしの知らぬ岩は、攻撃ばかりで邪道だと、彦さん、構造師が言うが、本当かと、心配げに質問されたことがあり、その言われは全くたわいのないことから出たのだと、州の山の話を伝えて、邪道でないと説明し、安心させたことを明かしている。実際、こうしたルフが戦後そのまま定着しており、 マスコミにおいても特に知らぬ日型の横綱が誕生する旅、雲流型との異を解説する意味でこうした報道がされる傾向にある。競り上がりの違いで、雲流型は左脇腹に手を当てて守りを右手を広げることで攻めを表し、知らぬ日型は両手を広げることで激しい攻撃を表すといった門切り型の説明がなされることが差は、 たびたび専門誌ではこの誤りを指摘することがある。ものの、2017年に、運流型である稀勢の里が昇進した際にも、報道において、この種の説明がされており、拒絶のルフに一役買っているのが実態である。横綱に推挙された後その土俵入りを、初めて披露するのが横綱推挙式と共に、明治神宮で行われる、奉納土俵入りである。奉納土俵入りは、 毎年の正月に、同じく明治神宮で行われるほか、例年春巡業で組まれている、伊勢神宮の神宮法の大相撲を、出雲大社や安国神社など、神社施設、あるいは国家関連の行事、イベントなどでも取り行われる。新横綱誕生の際には、横綱力士費のある、富岡八幡宮やのみのすくね神社への法の土俵入りと、 横綱石文への国名式も行われる。相撲部屋が新設される、あるいは既存の部屋でも、一点などにより新築されると、稽古土俵完成に合わせて、現役の横綱が呼ばれて、土俵入りを披露して土俵開きを祝う慣習がある。一門内に横綱がいればもちろんそちらが呼ばれるが、いない場合は、門外の横綱でも構わない。例えば、立浪部屋、当時、 タ波はじめ門本家が移転完成した際には、当時現役だった朝小竜、高佐護一門がこれ土俵入りを披露している。幕内力士のいない部屋であれば、梅雨払いと立ち持ちも当然呼ばれるが、いる部屋であれば、自分の部屋の力士、一人しか幕内がいない部屋では、片方を使うので、普段とは違う、顔ぶれの土俵入りとなる。ただし、 土俵を開きした部屋の師匠がもに服している期間と重なった場合は土俵入りをしないこととなっているので横綱が呼ばれることもない。元横綱が引退相撲を行う際に断髪式の前に最後の横綱土俵入りを行う。この時は梅雨払いと立ち持ちも現役の横綱が務め共に綱を締めることが原則である。開催時に横綱が二人いない。 もしくは前場所に球場という場合には、大関や同じ部屋、同じ一門の力士を当てることもある。ただし、2003年の高野花工事以降は横綱を当てるという原則にこだわらない傾向がある。下記に引退相撲における横綱土俵入りにおける露払いと、立ち持ちの一覧を記す。横綱経験者が、官暦60歳を迎えた際に、長寿祝いとして行われる。 土俵入りを管力土俵入りという。通常の横綱土俵入りでの白い綱に対して、管力土俵入りでは、特別に赤い綱を締めて土俵入りを下ろする。露払いたち持ちは、横綱経験者が務める場合も多いが、その際は自ら白い綱を締めて土俵に上がり、担当する。なお、赤い綱の下に垂らす。五平は、 通常の横綱土俵入りと同様に白色が用いられてきたが、2015年の千代の藤見の際には初めて綱と同じく赤色の紙紙でが使用されている。1937年の立山峰上門が第1号であり、2016年までに過去10人の元横綱が官暦土俵入りを披露している。また、体調不良などの事情で、 完璧土俵入りを行わなかった場合は赤い綱のみを作成し記念に所持する横綱もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。